ベストヒット高見の今週はですね、1990年の出力というのをまとめてみました。まず VTR をご覧ください。高度経済成長によりファッションが注目された70年代。バブル全盛期、高価なものに飛びつき個性的な主張が目立った80年代。そして1990年は J-POP にとって幕開けの年。J-POP の幅広さを象徴するバリエーション豊かな数々のヒット曲が誕生しました。アイドルにロックバンド、さらにはアーティスト、一口にジャンルでは分けられないほど様々な名曲が生まれました。そんな時代だからこそ個性的なバンドがブレイクし、多くの若者たちが彼らを目指してバンドを結成しました。J-POP という言葉を生み定着させたのはこの90年の様々なヒット曲があったからなのです。ヒット曲多いよね。今夜は9歳の足立由美さんも活躍していた1990年にスポットを当てます。ということでですね、今週は90年のヒット曲を選んだんですけど、この時から J-POP という言葉が使われるようになってきて、さまざまなあらゆるあのジャンルのですね曲が、ヒットしてましてですね。一円玉の食べ殻する。そうなんですよ。一円玉の知ってる食べ殻する。これ知らないと思って見たんだけどな。これ一円玉の食べ殻知ってる人、あれそんなにいたの。知らなかったの俺だけか。いや、なんか俺はよく聞いたよね。でも聞いてましたね。でもこれは代表的な曲らしいというわけで、ヒット曲の中からですね、コメコメクラブのロマン飛行をみんなで歌いたいと思います。はい、足立由美さんが歌っております。君とね。